第5節ビエホンダヒート対トヨタ自動車オフィシャトルズ愛知の一戦をお送りいたします。飛ばしパスで吉岡です。3番の位置から吉岡です。アドバンテージです。ノーボールタックルがあってアドバンテージ、一気に外オフロードつながりた。ノックス、ノックスステップビッグアンドゴーでカイコーリー、20の中に入っていきます。カイコーリーです。つないでいこうで少し乱れた。ワンバウンド、ノーアドバンテージ。先ほどアドバンテージの位置です。ここはね、ノーボールタックル、ノーボールタックルがありました。アドバンテージを見ていました。その位置に戻ります。トラスクのキックは決まりました。先制はキートです。そして最後のステップで中に入ろうというところ、ダブルタックルでいきます。ドーッとパスダミーから清水、清水ブレイク、はい、さらにかわしてサポート大外に持っていきました。大外飛び込んで川田トライ。一つ清水のブレイクがあって最後鎌田が決めてきました。中村がターゲットになって清水すぐに離していく。そしてブレイク、市川内野田、内野田ブレイク、そのままグランディング、トライです。いい仕掛けでしたね。今遅くて重い力っていうんですかね、ギリギリのタッチ出ました。ラインアウトスタート。これバウンドしたら結構チャンス。アドバンテージがシャトルス、ショートサイドテンポよくつないで鎌田、つながっていく谷口、さらにピックアンドゴーで前に出ようというシャトルス。今度は広いサイドキックパス、見てましたね。キャッチしてモレンツ、モレンツが行きましたが一応確認が阿部でしょうか。ラインが見えてますね、22m ライン。ここでちょっと横に引いてとか上手ですね。はい、小田さん判定できました。大井戸シチション、トライ通り、トライを与えたいと思います。いかがでしょうか。はい、了解です。キックを打つ時に自分が膨らむタイプしたんですよね。なるほど。で、うまくスペースと時間を取れる、この微妙な動き、モレンツ、トライです。この後ですね、このボールを、はい、このボールまで持っていきたいですね。最初にこの人が取ればチャンスありますよね。バンクスとか分かってます。そこ行くんじゃないですか。ここで話した、トラスク、トラスクステップ、さらに逆をついていく。一つ一つビッグアンドゴー、カイポーリー、オフロードつながった。ネスカ、ネスカステップ、20の内側プレオンです。そしてカイポーリー、カイポーリ外に開いてマエストリもタックルに行く。カイポーリ簡単には倒れない。ここでブレイクダウン、いいテンポ、まっすぐタックルに当たっていく。マテーラから、マテーラ、マテーラがここは外でしょうか、タッチ出ているでしょうか。オッケー、ここまでの得点が3得点ですので、ね、トライでのこの得点がね、前半のうちにトライか1つ欲しいというところで TM での確認が行われています。ただコントロールしてますね。トライです。マテーラのトライです。24対8です。カワラのキック、縦に行くか、そのまま縦に行った。本村、本村元気に相手の 10m 内側です。そしてスタート、でもノーボールバラックしてます。ハイポーリー離して自分で行く。トラスク、トラスク、ブレイク、トラスク、飛び込んだ。トライです。24対15シャトルズリードで前半終了です。シャトルズ、Thank you, thank you. ブレイク、ブレイク、ラウシロ、清水キック、清水のキックのコースサインド、自分で行った、自分でトラスク、トラスクブレイク、トラスクさらにステップ、なんとか捕まえていく。5メーター内側に入っていきます。金井です。金井のタック、5メーターライン上、ショートサイド使うか、ネスカステップ、ノックス、ここでいったネスカから離して、インボール、ツルコ
対象ウッドのタッチ、本村ステップで前に行く、ダブルタックルで行く、重いタックルですね。今の渡辺谷口ですかね、ダブルタックル、渡辺、ノックスブレイク、ノックスブレイク、ここで離した藤田、藤田がグラウンディング、もう絡もうというところですが、厳しいレベルシャトルです。コンテスク攻防が見たいですね。反則で途切れない攻防、しっかりところでどんどん当たっていこうというフィーアングルで入ってきた。少しボールが手につかないところでボールは通過、チャンスか。そしてさらにこのアドバンテージ、アドバンテージ解消入った。そして取って、元村振り切った。元村後ろから、川野なんとか捕まえた。ただこれは繋がった李水魚、李水魚行きました。力で当たっていきます。繋いでいきます。自陣で繋いで、ああやたがいったか。あーっとペナルティ、倒れ込んだということでペナルティ、もう一度立ち上がって前に出ていきます。うわ、さらにこのピックアンドゴー、ユラここは開くんですよね。こう、あっとここでロバーツが手を伸ばして、ターンオーバー、ヒート連続アタックだったんですが、ヒートがボールを奪ってギャップをついてのこのランニング、オフアンテ、さらにオフロードつながった、服部ですか。からそしてノックス、今シーズン初出場のノックス、ユーゼッチ、ピックしてこの盾、ロバーツ、コンテス、ユーゼッチ、80分、ボールがあります。ロスターが要求していました。シャトルズもここは絡んでいこうというところでしょうか。そしてトラスク外に出しました。後半は一気にヒートがリードを広げて46対24、ホンダヒートの勝利ということになりました。まあ、前節のトライ、そして今日も、ね、トライを決めて2試合連続でのトライとなったこのマテーラ、アルゼンチン代表 9.1 キャップというこのマテーラ、アブラマテーラ選手おめでとうございます。